はい、こんにちは、キリンです。今回はかなり危険な動画になります。というのがですね、怪盗ピンキーさんがツイキャスとツイッターを復活されたってことなんですけど、これに関してですね、僕が考察することによって、あのヒカルさんの復帰の X デーというのが判明しました。で、今回はどうやって判明したのか、そして X デーとはいつなのか、順を追ってお話ししていこうと思います。でまずですね、あのピンキーさんが復帰したという情報から、まあ、何かヒカルさんに関するヒントがないかというのを探ってみました。はい。で、まあ、今回のピンキーさんに関して、まあ、かなりインパクトのある情報というのが、ね、ピンキーさんは髪の色を黒髪にしたままで、そしてピンクに戻すつもりはないということでした。はい。つまり、まあ、ピンキーさんというのは髪の色もピンクで、名前もピンキーということで、髪色と名前が一致していたわけなんですけど、今回黒髪にすることによってそれが一致しなくなった。はい。つまり髪色と名前が一致するという法則に当てはめると、今のピンキーさんはピンキーさんではなくブラッキーさんということになると思います。はい。まあ、ここまでは小学生のような発想なんですが、今回私はポケットモンスタークリスタルのポケモン図鑑の情報を入手することに成功いたしました。で、図鑑の情報によると、ブラッキーというのは、満月の夜や興奮した時に全身の輪っか模様は黄色く光る。はい。で、それをまとめたものがこちらになるんですけど、まあ、これから何かヒントを得られないかっていうことなんですが、まずですね、前進の、これは、前に進むという前進と読むとしたら、これはネクステを連想することができます。はい。で、次、輪っか模様。こちらは、輪っかということで、エンゼルフレンチ。はい。で、黄色く、こちらはもちろん、金髪。はい。光は、そのまま光さんという。はい。はい。で、以上により、ブラッキーが光さんのことを表しているということが分かりました。はい。で、次ですね、X デーなんですが、X デーは前半部分から読み解くことができます。はい。で、まず、こちら、満月の夜。はい。これはもうそのままです。つまりですね、次の満月の夜に光さんが復帰するということを暗示しています。そして、次の満月の夜が一体いつなのかということなんですが、こちらが2017年11月4日、つまり2017年の11月4日がヒカルさん復帰の X デーであるということをこちらは示しているのではないかということなんですが、ただこれだけでは少し弱い。何よりこの興奮した時、こちらの意味がちょっと今の段階では分からないんですよね。はい。で、ここで、まあ、この興奮した時というのは何を指しているのかっていうのを徹底的に調べたところ、出てきました。はい。で、その結果がですね、こちらになります。はい。なんと2017年の11月4日にコミックス出版コシアン先生による絶倫ハーフとルームシェアというコミックスの発売日となっております。定価は700円です。はい。このことから、2017年11月4日は満月の夜であり、なおかつ興奮した時であるということがここで証明されました。はい。以上の情報によって僕は2017年11月4日がヒカルさん復帰の X デーである可能性はかなり高いと見込んでおります。はい。まあ、信じるか信じないかはあなた次第です。はい。